司会者が開いてくださった今日の聖書の学び、ヨハネ黙示録11章14節から19節まで、そこから今日の学びをさせていただきます。今日のメッセージの題は第7のラッパ、この世の国はキリストのものに。第7のラッパ、終わりのラッパですね。簡単には7番目、終わりのラッパです。この世の国はキリストのものにという題で学びをさせていただきます。今11章を開いているわけですけれども、11章と同じ御言葉が、出来事が、16章にもあります。ですので16章もちょっと開いてください。16章は17節、16章の17節になるんですね。お読みします。第7の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て、聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。第7の御使いが鉢を空中にぶちまけた。今日の場所は11章では第7のラッパになっておりますが、ここでは第7の御使いが鉢なんで、器なんで、ラッパと鉢と違うわけですね。鉢を空中にぶちまけた。そうすると、天使が鉢をぶちまけたんですね、空中に。すると大きな声が御座を出てる、大きな声が天の父なる神様のいらっしゃるその御座から出てきたんだ。大きな声がした。聖女の中から出てきたと言ってる。聖女、天の御座でしょ。そして何言ったか、ことは成就した、ことは成就した。この言葉と今日の第7のラッパ、この世の国はキリストのものになった、同じことなの。神様の技が16章では成就したんです。神様の何の技、この世を裁く技、あるいはこの世を救う技、神様の一番の大きな大きな一番の中心の技なの。それが成し遂げられ、成就したと、その技が終わったと言って、完全に実現したとこう言ってる。そして今日の11章を見ていただくと、第7のラッパ、この世の国はキリストのものになった、この世の国はキリストのものになった。神様の技が成就するってことはどういうことかというと、この世の国はキリストのものになるということでもあるわけです。この世の国はキリストのものになった。今まではじゃあ何ですか、そうでなかったということになるわけです。この世の国はゆきのさん家は、まこさん家は家があるんですね。立派な家がある、家が建ってる、その土地もそうなの。あの土地とあの建物は誰のものですか。
孫さん誰のもの、お宅の土地と建物誰のもの、孫さんパスタが質問してるんです。誰のもの、あれあなたのものじゃないんです。ゆきのさんのものじゃないんです。誰のものじゃ、私まずそれ聞いてないの。お母さんのものかもわかんない。だけどおそらくそうではないんです。父さんのものなんですよ。父さんのものなんですよ。ねえ、なんでそれわかるの。なんでそういうことが言えるの。あの土地と建物を今から何年か前に買ったでしょ。お金払ったでしょ。いくらかで払ったか知ってる。ああ、私生まれてなかった。本当かな。私が生まれる前。あ、生まれる前だったか。ゆきの姉妹、いくらで買ったか知ってる？知らない。金額は知らないね。うん。だけど誰のものか。はい。お金を払って買ったんです。ある人から。他の人があれ持ってたんです。名義というかね、その権利というかね、その名前は、これは誰の誰ぞれさんのものですって。お宅のお父さんだと思うんですけども、買ったんですよ他の人から。そしてそれをどうしたかというと、お役所に、もっと具体的に言うと法務局に届けたんです。届けたん、ね、いくつかの書類とともに届けたん。これをあなたに売りましたというね、売りますよ、売りましたという、そのね、はい、そういう書類とともに、前の人からの書類なんだ、うん、お金をこれ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 でいただきましたので、これはこれ今日からね、池野さん、真子さんのお父さんのものになります。それを届けた権利書というのは、権利書、権利書なの、権利書なの。だけどね、権利書、お父さんのものなんだけどね、お父さんね、ゆきのさん、よく聞いておいて、ものすごい重要なこと今喋ってるわけよ、お話してますよ。お父さんのもんなんだけどね、本当はねそうでない。本当は、本当は誰のもの、ゆきのさん。え、わかんない。なんて言ってんの、うん、本当はね、まあ答えなくても、日本の国のものなんです。その国からね、権利をね買ってるんですよ。そしてね、毎年毎年ね買ってるもんだからね、権利のその買ったお金をね税金として払ってる。税金を払ってる。国のものなの。まあ、賢い人っていうと何ていう人とかね、日本人の多くの多くのね人たちは。それを実はやってるんです。わきまえてる。
国のものなの。国は国はこの日本の土地建物、国は日本のものなんですか。本当に本当にそうですか。日本の国のものじゃないんですよ。権利としては日本の国が権利を持ってるんだけどね、ほら東シナ海にほら 島があるでしょ。あれ中国だよ、中国は私のもんだ私のもんだと、まあ、言ってるわけですよ、ね、韓国の近所にあるあの島竹島、あれは韓国のんだ韓国のんだって日本と韓国が争ってやってんのよ。でもあれはね、韓国のものでも日本の国のものでもないんだよ。中国のものでも日本のものでもないんだよ。権利を争ってる、権利を一体誰のものかって言うんですよ。サタンのもの。サタンのもの。シメヨンさん、ご存知？知らなかった。うん、ちょっと、社長、なんか地球は、神様によって作られたっていうふうな、まあ、考えていたんですけど、ちょっと、でもなんで そこで争いが起こるのかっていうのは、そういうことなんですサタンのものなんですよ。世界の国はサタンの手の中にあるんです。どこでそんなことをサタン言ってますか？マタイの4章で言ってんですよ。イエスも誘惑したと。3回目の誘惑だ。1回目は悪魔はイエスも誘惑した。この石ころパンに変えろと言ってる。イエス様は人をパンだけで生きるんじゃなくて神の口から出る一つの言葉によると書いてあるぞとこう言ってね、ね、その誘惑を退けた。今度は神殿の高い高い頂きにてっぺんに連れてったイエス様、あなたこの上から、ね、下に身を投げろと、飛び降り自殺しろとこう言ったんです。そうすると天使が、ね、神様が天使を使わせて足にバーンね、大地にね、ガツンとね落ちる前に助けてくれると書いてあるんじゃないかとこう言ってる。そうしたらイエス様は神である人を試み試しちゃいけないよとこう言った。そして三つ目なんです。悪魔は非常にイエスを高山に連れてってイエス様、それで何した？この世の国とこの世のすべての国々とその映画を見せたの。何と言った？もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げますと言った。悪魔を拝むならば全部この世とその全ての映画をあなたにあげると言った。ということはこの世の国はサタンのものですよ。本当に
サタンのものですか。この世の国はおそらくマコちゃん分かってるんだと思う。ユーフノさんも分かってる。本当はこの世界はサタンのものじゃない。世界とその中にある全てのものは私が作った私のものだと神様がおっしゃっている。いつサタンはこの世の権利を手に入れたんですか。権利書わかるでしょ。エデンの園なんです。アダムさん、エヴァさんを欺いて、そして命の木の実じゃなくて善悪を知る知識の木を食べると死ぬよと言われた。それを神様のただ一つの掟を破った。その前、神様はこの世の支配は全部アダムさんに任せたんです。管理しなさい、動物から何から、そして植えよ増えよ広がりよとこう言った。神様は自分のものなんだけど、アダムさんにそれを渡したんだ、譲ったんだ。自分が作った神の子供だから、管理する権利を人間に神様は任したんだ、譲ったんだ。その権利をサタンは、アダムさんを誘惑して騙して奪い取ったということになる。だからこの世は今、サタンのものなんです。サタンのものなんです。だけど本当は神様のものよ。作ったものは全部盗んだものよ、サタンが。この世何を盗んだかというと、この支配する権利なんだよ。池野さんたちが今の土地建物の中に住んでるでしょ。そのようにサタンはこの世の中で住んで、この世を実際的に使ってる、この世の中で動いてる、ね、大統領であろうが政治家であろうが、ね、立派な人たちであろうが、ね、その辺のおじさんおばあさんであろうが、はい、その人たちを支配してる。サタンの支配な。これを神の言葉じゃなくて暗闇の支配とこう言ってる。暗闇の支配なんです。ですからイエス様を信じていないということはどういうことかというと、暗闇の支配の中でサタンの手となり足となって生きていますよ。そして立派なことをやったり悪いことをやったりいろんなことをやるけれども、最終的にはそれはサタンの手の中でやってることですよということになる。私たちがイエス様を信じて、十字架を信じて、復活を信じて、罪が許されるということは何かというと、はい、あのエデンで失った神の子供としてのその特権、神の子供としての立場を回復するということになる。幾野さん、真帆さんたちは洗礼を受けて日本国民なんですけれども、同時に神様の国の一員なんですよ。
天国に国籍があるんですよ。まさかと思うでしょう。知ってた？私だってね、教会ってそんなことね、初めて教えられたからね。フィリピの三章の二次世、私たちの国籍は天にありますとこう言って、ほんまいかいなと。そういうものなんだ。それで神様の国籍、神様の子供になったからどうなるか、はい、神様の子供は神様の国と国を相続するんです。ゆうのさん、まこちゃんたちはお父さんの土地、建物をお父さんが手に帰った後は相続するんですよ。子供だからその相続する第一の権利をゆきのさんが持って、第二の権利をまこちゃんが持って、こういうことになる。長女の方ちょっと先なんだ、先に生まれてる。はい。ですからクリスチャンになったということは、はい、悪魔の支配から、暗闇の支配から救われて神様の国、神様の支配の中に入ったということを意味しているわけです。そして今日の第7のラッパで天から声が聞こえてきた。この世の国はキリストのものになりましたと言って、イエス様のものになったとこう言ってる。この世の国はイエス様のものになったということはどういうことかというと、イエス様がはっきりとこの世を支配する。ゆきのさん、あなただいぶ分かっただろうと思うから、詩編のね、旧約聖書の詩編の2編、この世の国はキリストのものになった、その言葉が書いてある。詩編の2編だ、8節、2編の8節。ちょっとあなた方聖書をそこに持ってないから、大事な大事な聖書持ってるんだろうけど、その開いた方がいい。いや、まあ今しょうがないから、私が読む。私に求めなさい、私は国々をあなたへの譲りとして与える。国々だから一つだけないよ、簡単に言うと全世界の国々なの。あなたへの譲り、相続財産として与えますよ、譲りの土地として与えますよと、こう譲るんだ、うん、神様があなたへ、イエス様に譲りの土地として与えるんだ。地をその果て果てまであなたの所有として与えると、こう言ってるんだ。あなたは旧世です、鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると、こう言ってるんだ。鉄の杖なんだ。イエス様は今は羊飼いなの。私もね、パスタは羊飼い。羊飼いは鉄の杖で羊を飼ってないでしょ、池野さんね。その辺の木や棒ですよ、木ですよ。鉄の杖で羊をバンバン叩いてないでしょ、死んじゃうよ、つい羊追っかなくて逃げちゃうよ。ところがイエス様がこの世の国を手に入れた時には何するか、鉄の杖で治めると、こう言ってんだよ。ありがたいことに、
雪乃さんも孫ちゃんもこのイエス様と一緒に、鉄の杖のイエス様と一緒に、あなたも孫ちゃんも鉄の杖持ってると思わないけども、この世を一緒に治めるんです。と思ったんでしょ。イエス様と一緒に治めるんだよ。イエス様死んで教会来てるってことはそういうことを意味してんだよ。治める人になるその準備段階な今、有事の時を神の国を相続するんだ。あなた方も私たちも、下山さんも今日ね来られて生産金を預かってるから有事の時受けるんですよ。すごい人なんですよ今日ね。よく教会に来ましたねってことですよ、ね、最初いつ来たかのか知りませんけれどもね、もう何年か前でしょ教会来たの、うん、ここの教会じゃない、教会に行ったのね。ああ、ちょっと分かります、ね、この教会にもそうですけど、はい、譲られた鉄の杖じゃないけどイエス様と一緒に治めるんですよ。具体的に言えばイエス様の再臨とそれに続く千年王国、イスラエルの王として世界を支配する、世界の国々は毎年三つの出エジプト、吸い越しの祭り、五旬節の祭り、カリオの祭り、まあ三つともやんなくちゃいけないとは書いてないと思いますけれども、特に特に最後のカリオの祭り、どうなの？その祭りに世界から集まるんです。行きたくありません。どういうことになります？行かない国はどうなるかというと、鉄の杖で大変な裁きが下るんです。千年王国だから全てが素晴らしいとは言えません。簡単には素晴らしいのはイエス様の支配なんだけど、鉄の杖なんだ。五旬節の祭りに、簡単に言えば礼拝に来ないということは、自由だからいいんだという時代じゃないんですよ。恵みの時代じゃないんですよ。先生、ものすごいものすごい祝福なんだけれども、弱肉強食もなくなる、戦争もなくなる、人の年齢が木の寿命のように長くなる、温暖化もなくなればね、ありとあらゆることが、戦争もなくなっちゃうんだ、国連もいらなくなっちゃう、うん、だけども素晴らしいんですけれども、神の国っていうのはどういう国かというと、義と、義と何でしたかね、ローマ書の14章、ローマの14章、神の国ってどういうものかパウロが書いてましたね。神の国は飲み食いのことじゃないよとこう言ってるんだ。飲み食いで素晴らしいってことどうとか言うんじゃない、義と平和と聖霊による喜びなの。義と平和と聖霊による正しいことを行うわけです。
正しい支配がなされるんです。イエス様が2000年前に来た時は何か、イスラエルのメシアとして来たんだ、世界のメシアとして来たんだ、王として来たんだけど、王としてのイエス様を殺しちゃった人間は、それでイエス様は私たち人類の身代わりになって十字架で死んでくれたんですよ。王様が死んでくれたんです。それで3日目によみがえって天に帰ってください。はい、天は義と平和と聖霊による喜び。千年王国もまさにそうなんだけれども、天国と違うところが鉄なんです。鉄の杖なんです。鉄の杖なの。はい、ということでイエス様がこの世の国がキリストのものになったということは、簡単には千年王国なの。イエス様が神の子供としてのイエス様がこの世を世界を受け継いだということになるんです。2000年前にそのために来たんだけど、人々は殺してしまった、ね、イエス様はこの世のイスラエルの王としても来たんだけれども、はい、洗礼者ヨハネさんはイエス様のことを神の子羊として来たんだ。イエス様は王であるとともに、ライオンであるとともに、獅子であるとともに、子羊。だけど千年王国は子羊じゃない、王なんです。私たちクリスチャンも天に行った時には王になる、支配する側になる。ということで、今日の学びの一番の中心、そのこの世の国はキリストのものになった、そして神の技は成就したという、この11章とそして16章も引用させてもらったんです。黙示録のその11章の15節、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった、そしてその次には主は永遠に支配されるとこう書いてある。永遠に支配する、悪魔は全部滅ぼされるんだ。まだこの7の封印の時は、観難時代、大観難時代の時は、最後の最後、イエス様の再臨の時には、ね、偽キリスト、反キリスト、偽預言者、これは永遠の火の中に、地獄の中に投げ込まれる。永遠にこれはもう滅んでいく。だけど一番の頭であるサタンはどうなる。底知れぬところに閉じ込められるんです。この黙示録の、はい、20章、黙示録の20章、
2節、彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえた。誰が捕らえた？天使ミカエル。底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔であり竜である、あの古い蛇を捕らえた。どこで？この地上で。これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んだの。底知れぬところに、そこを解き、その上に封印して、ね、反抗して、千年の終わるまではその諸国の民を惑わすことのないようにしたの。イエス様の千年王国の時代は、彼は底知れぬところに閉じ込められている。そこからもう一回最後に出るんですけれども、ゴグマゴクの戦いというのがあって、全世界の人々を誘惑して神様に逆らう最後の戦い、そこで一息でサタンは滅ぼす。火の池の中に投げ込まれる。反キリストと偽預言者と同じ永遠の滅びになる。それとともに最後の審判が、イエス様を信じなかった者たちに対する最後の審判がなされる。命の言葉踏み、命の書に名の記されてない人は永遠に同じ火の中に投げ込まれる。サタンと同じだよと。A さんも B さんも C さんもそうなの。イエスも死になかった。そんなに残酷なことをするの？するんです。そんなに残酷なの？残酷じゃない、愛なの、真理なの。イエス様はラザロさんをよみがえらせ、死んで4日目になった。その時に、あなたがここにいてくれたらラザロさんは助かったんだろうに、もう死んで4日目になります。イエス様はその時この地上においてただ1回だけじゃないかと、まあ1回だけじゃないでしょうけども、涙を流した。なんで涙を流したという人々が研究して発表した。私も62年も、まあ、青春年ですけど、結局ね、信じない人が永遠の滅びに行くっていうことを認めたからだという人がいます。本当かどうかちょっとこれは確信はない、だけどそういう人が、なるほどなと思って血を流して救ったのに信じない、だから信じないんだから、ただの信仰なんだから、この恵みを受け入れないんだから滅びるんですよ。残酷じゃないんですよ、愛なんです。愛は必ずそういうものがあるんですよ、はい、しかし、はい、兄弟姉妹、勝利者の支配者の、すでに成就してるんですよ神の技。あなたや私が今抱えている問題、成就してる。私も思いますよ、こんなに苦しんで戦ってる、成就してる、はい、信仰を持ってこれを受け止める。圧倒的な勝利者であるということを知っておいてください。
それではご起立ください。天のお父様、感謝します。何よ、それでは歌中の321番ハレルヤアドナイ、これを歌って下げます。癒しのためにお祈りします。手をやめるところに置いてください。インターネットの方々も手をご自分のやめるところありましたら置いてください。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。ことは成就したと。この世の国はキリストのものになった。学びをありがとうございます。聖霊様、今お一人一人の上に親しく望んで、イエス様のなされた御業、十字架の御業、血が流され、イエス様の体が釘打たれ、血が流されたこと、イエス様の打たれた傷によってあなた方は癒された。ありがとうございます。感謝いたします。あなたの偉大な偉大なその愛、高い深い広い長い、その愛、イエス様の愛、我らの上に注がれておりますことを感謝します。お一人人のその病を、罪を、痛みを担ったイエスを感謝します。お一人人の上に今戦っております方々、お一人人の上にあなたの癒しの御業をなしてくださいますようお願いをいたします。信じば神の栄光を見ると、主ありがとうございます。あなたを信じます。十字架を信じます。イエス様のなされた恩技を信じます。感謝をいたします。私の病が、兄弟姉妹の病がイエス様の上に今あることを信じます。感謝をします。癒されたことを信じます。感謝をします。聖霊様、どうぞお一人人の上に親しく臨んでください。私の心が清くなれと、心が清くなれと、主がどうぞ豊かに栄光を表し、勝利を表してくださいますようお願いいたします。インターネットの器方、お一人一人を覚えてください。家庭においてあなたのどうぞ神様、礼拝をなしております器の上にもあなたが豊かに臨んでくださいますように、勝利の喜びを与え、平安を与えてください。癒しを与えてくださいますようお願いをいたします。感謝をいたします。あなたを褒めたたえます。感謝をします。イエス様の御名によって信じて祝福します。アーメン。それでは正栄と祝祷307番。神の愛、聖霊の親しい御交わり、御前にあります愛する兄弟姉妹たちと共に、今も後もよよ限りなくあらんこと。アメン。
午前の礼拝はそこまでです。午後は1時45分から英語礼拝、1時から教会学校、夕方は、はい、潮の浦川お知らせ、滝沢です。今日大忙しいですか？大丈夫です。大丈夫、潮、今日しかない。9日は雫石、16日は滝沢、24、23、30まであるの。30にしますか？いいんじゃない？え？それなら今日でいい。今日で。じゃあすみません、お願いします。ドクター坂本のサムリアガンクリニックでは夕方の5時から6時まで、はい、兄弟が、はい、イスラエル、あるいはイラン、はい、ギリシャとか、はい、いろんなレバノン、シリア、ずっと、ね、教会の派遣、また自ら行かれましたその国々の、はい、状況を、はい、フィルムに収めてあります。それを見させていただく祈りの時を持って終わるというそういうことでございます。これから僕もね、はい、許されたらどうぞ。サムリアガンカーさんは、はい、スゴの、はい、ホーマーかなのすぐ手前にあります。はい、ということですね。はい、この教会はインターネット礼拝によって、はい、全世界にこの礼拝、午後の英語礼拝発信しております。また花巻の、はい、支部の教会、支部といいますか教会、花巻の教会も10時からの礼拝をインターネットによって発信しております。はい、フィリピンに、うん、みんなの音、バレンシア、あるいはブギノドンと言いますけど、そこの教会を、はい、スタートしてもう10年ぐらい経っております。三輪さん、ヤバさんたちがやっておられます。オーストラリア、ゴールドコーストの北、クーロイというところでカトリン・ブライアンご夫妻、息子さんフィネー君たちがやっておられます。はい、南部クリスチャン・カレッジというところに、お仕事で就職のお仕事をしながら教会の働きをしております。あとは埼玉の所沢ミレニアムチャーチの長谷川牧師が、はい、やっておられます。兄弟はまた三浦綾子読書会、全国各地、海外まで足を広げて、はい、その三浦綾子さんの物語、小説を通して、はい、イエス様の学びをしているということでございます。はい、ということで以上になります。感謝します。